気泡。昨夜劇的な負け方をしたトッテナムさ、リバプール戦の判定に不満爆発してる模様。トッテナムのライアン・メイソン暫定監督は、リバプールフォワードディオゴ・ジョタが退場になるべきだったと主張した。この試合の終盤のシーンが大きな話題に、トッテナムが1点を許す終盤、リバプールフォワードジョタが高く上げた足が、ミッドフィルダーオリバースキップの頭部に接触。トッテナムミッドフィルダーは頭部から流血して、途中交代を余儀なくされ、リバプールフォワードにはイエローカードが提示された。しかし一部では、ジョタが退場になるべきだったとの声も上がっている。理解するのは難しい判定で、私は説明を求めている。リアルタイムであの場面を見ていたし、君たちだってそう感じたと思う。バーオフィシャルにはリプレイを使えるというメリットがあるはずだ。スキップ見逃されてるっていうのはこれがレッドって認めてるようなもんだから、両方レッドにしよう。まあ今季暴力振るっても、謎判定で勝ち点もぎ取ってきたんだからだと。普段も行い。プレミアは強度の高いリーグだから普通だよ。プレミアのこういうところは悪いところだと思う。強度高いのは良いことだけどね。前半のスキップに抗議もしないクロップの余裕と偉大さ。審判がちゃんとスキップを退場させてれば、こんなことにはならなかったのに。ジョタ側からしたら、本来ピッチにいないはずの選手の頭が飛んできたわけだからびっくりだよ。これはジョタ決めても喜ばないのは当たり前だね。今まで審判のおかげでどうちゃら言ってるやつ、だいたいスパーズの試合スパーズブライトンしか見たことないだろ。足首踏んでたからちゃら、なんなら人数振り背負ってたはずだろ。選手を守るために抗議するのはいいことでしょ。前半のスキップがとか言ってる人多くない？プレミアあるある、昨日ユナイテッドのファールがひどかった。